どうもこんにちは、京都らです、お久しぶりです、最近ですね、緊急事態宣言が解除されてですね、少しはドラクエウォークができるかなって思ってる京都らでございます。でですね、今回は、ドラクエの日、記念ということで、5月27日かな、ドラクエの日っていう記念日があったんですね。でそれの、復刻でなんかロトと天空がなんか復刻しましたみたいなことがあって、おーロト来たかまたと思って、ちょっといつか撮ろうかなと思ったんですけど、よく見たらもう今6月2日で明日で終わりなんですね。でめちゃくちゃ短いと思って、これやばいあかんと思って今急いで動画を撮ってる次第でございます。本当はね、週末撮って、まあ、編集してあげようかなと思ったんですけど、まあ、動画を上げるのはおそらく週末なのでもう終わってるとは思うんですけども、今6月2日で明日ではもう終わっちゃいますね、これね。ということで弾いていきたいと思います。で、聖盾騎士の装備も100枚持ってるんで、とりあえず全部引いちゃいたいと思います。まずはその上から行っていきたいと思います。これもね、まあ、欲しいんですよ。なんか何でしたっけ、パラディン用だけど、なんかバトマスに装備させても強いみたいな話を聞いたんで、これもまあ欲しいんじゃ欲しいんですけどね。早速いきます。まあ、今回もジェムは使わないでチケットだけでいきますね。充電福引き、ほい。さてどうでしょうか。はい、爆死でございますね。爆死なのでスキップしちゃいます。まあ爆死ですよ。はい、前回っていうか、伝説の勇者装備が良すぎたんですよ。チケットだけで全箇所揃っちゃったんで、良かった、良すぎたんですよね。はい、本当はこれです。これが欲しい、これがすごく欲しい。ていうかロトは下だけないんですよね。あとは全部持ってるんですけど、下だけないんで、下が欲しいかなと思いますね。であとはまあロトの剣が、剣がね一突してるんで、まあ贅沢言わないですけどね、まあ10本ぐらい出たらいいかなと思います。はい、いきます。まず10連目、おい、どうでしょうか。下欲しい、でも多分SP ラインナップかな。っていうかその前に爆死だなっていう。スキップします。あれ、なんか戻ってきたね。そう、これドラクエウォークはね、爆死率高いっていうのはね、高いはずだったんだけど、今まで結構星5率は良かったんですけど、あれおかしいなと思ってたんですけど、これですよ、これ。そう、僕はね、爆死率高いはず。はずっておかしいですけど。はい、20連目いきまーす。爆死祭りかな？今回は。久しぶりに。久しぶりに爆死祭りの匂いがするな。これはあれか。久しぶりの爆死祭りだ。嫌な予感するぞこれ。はい、30連目いきます。あ、これ爆死祭りだな、多分ね、そんな気がするわ。一個も出ないかも。あら、まあ、いつものごとく。もうロットの下どころじゃないや。もしかしたら1個も出ないかもしれないです。はい、いつものドラクエのガチャが戻ってきた感じがする。何十分だっけ、あまりにも、あ、は
はい、40連目ですね。いきます。はい、あ、これはもしかしたら1個も出ないかなと思います。あ、これは1個も出ないやつだ。来た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 。そう、これです。これ僕はね、この感じ、そう、これが記憶にあるんで、だからずっとガチャ動画おかしいな、こんなに5の出現率良かったかなって思ったんですけど、これ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 ですよ、ウォーク、これですよっておかしいだろって話ですけどそう、ウォークはねガチャ結構渋いんですよ。今まで良すぎたんですよね。ラストです。ラストいきます。泣いても笑ってもラストです。これ星5出なかったら大爆死だな。どうですかね。いやー、爆死の気もするな。大爆死か。あ、1個来たか。1個だけ来てくれたか。そして SP かな。あ、来た。1点狙いで来てくれたか。ありがてえ。ありがてえ。そこだけ持ってなかったんだ。それはありがたい。それは嬉しい。ありがとう。いやー、マジか。前回もそうだったけどさ、前回伝説の勇者装備も頭一点狙いで出てくれたんだけど、マジか。星5率はすっげー悪かったけど、欲しいところが来てくれた。それは嬉しいです。ありがとうございます。はい、これは嬉しい。揃ったロトも、伝説の勇者装備とロトがこれで揃いました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。ということで、今回のガチャはこれで終わりたいと思います。皆さんのガチャはどうでしたでしょうか。まあ、あの、今回のガチャは50連で星51個ということで、いつものドラクエウォークが戻ってまいりましたはい、ご視聴ありがとうございました。京都らでした。またね、バイ。